ゴールまで持ってった綺麗な持ってき方だったよね漫才ができてね漫才ができてどうもースカイピースイエーイ今回やはりですね僕たち YouTuber としてはいたくさんの経験をしてきましたしてきましたしてきましたそん中でも演技とかしてきましたよね苦手ですけどね苦手ですけど俺たちもう1年経ちました演技力もまあまあちょっとは磨かれてるだろうと磨かれてるちょっとはねちょっと磨かれてる、はい、そんな時見つけたのこれですロシアンルーレットキャンディそうじゃないですかちょっとよおーそうじゃない普通酸っぱいガムとか3個中1個が酸っぱいでしょこれ5個中4個辛いほぼほぼ辛い1個だけ甘いこれもしかして何もしかして真顔を保つみたいな感じそうです待って俺めっちゃ得意どうしよう俺だって知ってますビリビリ一番真顔だったのリアクションのしなさに関しては俺マジでピカイチですからテオ君が逆に弱いんじゃないかなえ、じゃあいいのやってくれるのお全然やりますよ5個じんたんが舐めて何番目に辛くないのを食べていたか俺がおいシシさあ見せてくれ君の演技力をすごい見た目はでも同じだね完全に本当だよしちょっと何だこれいくでいや2つ目何味だろうぶどう果実いただきまーすキャラメルみたいなあれだあれコアみたいなあーなるほどね甘い結構甘ったらしい甘ったらしいえ、ちょっと待って、寝ようシシ寝込みいただきますギリギリしちゃってんじゃんどうよいきますうん甘い甘いうん、美味しいこれすごい、今の辛かったらうまいわシシじゃあ次、3個目いきますうん、でも全然美味しい普通だよ全然いけるうんあ、全然うんシシじゃあ次いきますうんかわいい、やばいけど大丈夫最後まで見てくれてありがとう。いや顔不細工すぎるやろ。ガマガエルの王様みたいな顔してるじゃん。よっぽど辛かったんだね。サブちゃんで俺も食べるか。やだな。次回のスカイピースはまさかスカイピースの私生活が渋谷のビジョンで流れるとは。ほんじゃまた明日もよろしく。ピース。待って。ダメや。ダメだ。やばい。舐められた、ね、辛い辛いやばいめっちゃ辛い2個目が甘かった2個目確かにちょっとね答えるなら2だったよ俺も2かなって俺もあじゃああれ辛いんだねじゃああれ俺行こうかそんなにゲロ怖いんだけど